お兄ちゃん、まだ起きてる？あれ、どうしたんですか？ごめんね、こんな時間に。なんだ？今日のこと、謝っておこうと思って。あら！どうしても外せない用事があったから、お兄ちゃんに美味しいご飯作ってあげられなくって。本当にごめんね。枕仕事どうしたんですか？うん、気にするよ。だってお兄ちゃん、いつも私の晩ご飯楽しみにしてくれてたんだもん。もうちっちゃい頃から好きなんですよね。作り置きも考えたんだけれど、お兄ちゃんにはやっぱり作りたての料理食べてもらいたかったから。あちち。でも大丈夫、明日からはちゃんと作るからね。ありがとうございます。別にお兄ちゃんのこと嫌いになったとかそういうわけじゃないよ。本当だよ。はい。どっちかっていうと。なんだ。何も言ってないよ。なんか気持ち悪いな。あ、そうだ、お昼のお弁当はどうだった？いつもと味付けを変えてみたんだけど。ねっとんもりしてる。ねっとんもり。そっか、よかった。口に合わなかったらどうしようって思ってたんだけど、これで一安心ね。想像をはるかに超えたデカさでびっくりしました。もうそんなの気にしなくていいよ、家族なんだからね。ああ、なるほどね。料理とか洗濯とか私の取り柄ってそれくらいしかないし、まあ、設定がうまかったり照明の焚き方がうまかったり、 あとレンズも使いこなしてたりとか、すごい。それにお兄ちゃんはいつも私の料理を美味しそうに食べてくれるんだもの。私だって頑張っちゃうよ。めっさむらむらめっさむらむら。あ、ちょちょちょ。ところでお兄ちゃん、はい。さっき洗濯しようとして見つけたんだけど、このハンカチ、お兄ちゃんのじゃないよね。誰の？ピーチの。ピーチは抜ける。あ、わかった！綾瀬さんのハンカチでしょ。見てわかるもん。それで、どうしてお兄ちゃんが持ってるの？まあ、正直言うと、今、肛門擦り切れました。え？お兄ちゃん怪我したの？はい、その時に借りたって、怪我は大丈夫なの？お尻が痛くて吹けねえ。もう、しすぎて。ガチで過呼吸になってる時あるんですよね、編集しながら。もう腰が限界なんですけど。そっか、大したことなくてよかった。あのハンカチについてた血、お兄ちゃんのだったんだ。わかります。ちょっともったいないことしたな。こんなことなら血のついた部分だけ切り取ってから捨てればよかった。てかこれ値段のやつついてるわ、まだ。うん、なんでもないよ、ただの独り言だから。そういえば、最近お兄ちゃん、帰りが遅いよね。枕仕事の量がね、すごい、こう、増えて。図書室で勉強？ここ何？してます。ああ。おとなしそうなクラスメイトの人でしょ？知ってる。ナイチンチンゲール。でもあの人っておとなしいっていうより暗いよね。なんだよ。あんな人と話してたら、お兄ちゃんまで暗い性格になっちゃうよ。ない。お兄ちゃん、昔は私の話ちゃんと聞いてくれてたのに。はい。最近はあまり聞いてくれないよね。二度と戻らない時間。それに私とも遊んでくれなくなったし。やる余裕なかったんだよね。綾瀬さんと一緒に行こうって言うし、この都内はめちゃめちゃ快晴です。どうせお兄ちゃんのこと何も分かってないんだから。お兄ちゃんのことを世界で一番よく分かってるのは私なの。他の誰でもない、私。ピカピカキンマニア。ごめん、止まっちゃって。びっくりしました。お兄ちゃんがそういうところで鈍いのは昔からだもんね。はい、分かってるよ。それはそうと、今日の晩ご飯どうしたの？なんだこのバイオコーラ。そっか、外食したんだ。お金渡しとけばよかった、ね。うまいなこれ、美味しい。それで一人でご飯食べたの？4545万人。一人で食べに行ったんだ。いや、だから、4545万人。これね、冗談じゃないですよ。やっぱりあの女の匂いがする。冗談じゃない。お兄ちゃんの嘘つき！どうしてそんな嘘つくの？いや、だから、お兄ちゃん、だからね、いや、だから、今まで私に嘘ついたことなかったのに！ヒカキン TV でケツの穴とか言ったことあんまないけど。ヒカキン TV でケツの穴とか言ったことあんまないけど。ベバンダ、穴、
アナロクオリズム。そっか、うん、ごめん。じゃんけんタイム、いきますよ。最初はブンブンじゃんけん。出た出た、出ちまった。先生先生、バイ。